10代王の43軍、朝鮮の王ですよね。えー、朝鮮最悪の王と評価されている王なんですが、もちろん皆さんもドラマとか見ていると、そういったイメージ持っていると思います。で、実際43軍は12年ほど王様をやってたんですけれども、実際その中で最後の2年がほとんどドラマ化されていて、その前の10年間は意外とドラマとかには紹介されてないんです。

朝鮮の四大王、清宗大王の時に、朝鮮は再繁栄期を迎えて、その後から少しずつ弱化していって、九、えー、大王の尊庄になった時には、停滞期を迎えて、法律が整われるなど、システムが整備されましたけれども、どっちかといったら、マナリズムと言いますかね、朝鮮の発展が留まっていた時期だったんですね。 このタイミングで、この九大王のソンジョンが作ったシステムをきっかけで、朝鮮の再反映期を取り戻さないといけない役目が与えられたのが、この十大王のサン軍ですよね。かなり大事な時期の王様でした。えー、ちなみにサン軍のドラマとか映画の作品は右に紹介してますので、興味がある方はぜひご覧くださいね。 で、先ほど言ったように、四三軍の話はほぼ最後の2年だけ描いているので、意外とこの中で、王と私というドラマには、四三軍の最初の10年も少し見せてくれているので、今日は、王と私の四三軍の写真、俳優、ョン・テウさんですね。この写真を使って皆さんに紹介したいと思います。じゃあ、皆さんもご存知のように、九大王の孫蝶と、 ペビ、四死の間で生まれた人がこの10代用の四三君で意外と記録によりますと母に似ていてイケメンで父に似ていて身長が高いと言われていますよね。で、 残念ながら、尊重によってお母さんが死刑されますよね。お城から追放されて3年後に死刑されますので、この時に四三軍は、まあ、旧歴の数え方もありますけれども、おそらく5歳から6歳ぐらいなんですよね。お母さんと離れたのは3歳ぐらいで、お母さんが6歳に亡くなりました。で、その時に、まだ聖者になるのは早かったので、しばらく、尊重のお兄さんであった월三で軍の 奥さんパク士によって育てられますね。で、この時に、えー、皆さんはヨンサン軍が王になってからお母さんの死を分かって狂るったというドラマ見たことあると思いますが、実際記録によりますと、このタイミングでヨンサン軍はお母さんの死を教えてもらったそうですよね。実際ヨンサン軍が周りの死用人たちにお母さんはと言ってたら、 みんな慌ててて、何も言えなかったような雰囲気の中である程度気づいてて、そこで、その時に四三軍を育てていた白紙が実はって言って話をしたそうですね。えー、記録によりますと、それを聞いた四三軍はその日ずっとご飯を食べなかったらしいですね。で、四三軍はとにかく白紙の育ちの中で無事に7歳、聖者に即位しますよね。 ただ、四三軍は聖者を12年間やりますけれども、意外とですね、何も問題なく、とても無難な行動で、普通に聖者の生活をします。理由を考えてみたら、家臣たちにとっては、ペビユン氏の息子という牽制があったと思いますよね。実際、この家臣たちは、ペビユン氏が死ぬ時に、それを止めなかったりとか、または、それを助けたという家臣もいたので、 ヨンサン軍ががになるのがとても怖かったでしょうもちろん、ヨンサン軍もそれをしてたと思います。なので、ヨンサン軍は家臣たちを敵に回さないように、とても無難な生活をしてたらしいですね。 で、さらにそれだけじゃなくて、お父さんである孫昌は、ペビ・ユン氏が亡くなった後に、新しい性質を入れますよね。それが、ジョン・ヨン・オウコジャングムの誓いで、皆さん見たことあると思いますが、3番目の性質ですよね。で、この3番目の性質の間では、 ジンソンデ軍、ジャングムのののあの王様ですね。つまり皆さん考えてみますと、ヨンサン軍にとっては、えー、最大のライバルもいるんですよね、えー。なので家臣たちはいつでもヨンサン軍を下ろして、その代わりのジンソンデ軍がいたので、おさらにヨンサン軍は緊張しないといけないような状況だったと思います。 ここで少し比較してみると、二十代王の경宗って皆さんわかると思いますが、ジャン・ヒビンの息子ですよね。この경宗も聖者の時にとても静かで行動するって有名なんですけれども、あこういった面ではヨンサン軍と경宗が似てますが、ただ、 共状はライバルが同意の息子、つまり先民出身の息子の養女だったので、ライバルは実際なかったと言ってもいいぐらいで、ただ、연産軍は中状という自分と同じ立場の最大のライバルがあったので、연産軍は共状よりはとても難しい状況の中で生者生活をしたと思いますね。 じゃあ、とにかく、四三軍はその努力のおかげなのか、普通に過信から認められて、19歳王に即位することになりますね。記録によりますと、一回も四三軍を世舎から降りましょうという記録が、本当に一つもないので、四三軍の世舎生活はとても良かったと思いますね。ただし、こうやって王になった四三軍。実際、四三軍の夢は王権強化だそうですね。 その理由としては、以前の動画で説明しましたが、お父さんであった孫昌に対する家臣たちの行動があまりにも調子に乗りすぎて、孫昌はとてもストレスで苦労しましたね。それを、四三軍は聖者として黙ってずっと見てたんですよね。こういったのを見ている四三軍、お父さんが納得いかないし、家臣たちに腹が立ちますよね。 なので、即位してからすぐ王権強化を望んでいたと思いますが、ただ、ここでまた四三軍は賢い行動をとります。今、自分にはまだ力がないので、王として力を集めるまで力を貯めるべきと言ってから、しばらくはちゃんと王の仕事をしますよね。こういったところは、二十二大王の長女と結構似てて、とても頭がいい行動でしたね。 じゃあ、ここでは意外と知られてない、四三軍の業績を話をちょっとしてみたいと思います。まず、四三軍は若い官僚がもっと勉強ができるように休暇制度を実施するんですよ。朝鮮は基本的には土日休みとかもなかったので、官僚も王様も大変でしたが、四三軍は人材育成のために若い官僚にはもっと勉強する休暇を与えたんですよね。そして、貧困の民 たちに政府が支援をすするんですよね今の時代で考えると生活保護みたいなのをやったということですよね。それと民間にお米を貸し出しするつまり無利子で食料を貸し出ししたということですよね。で脱税のために理性僧侶になる人が当時多かったらしいですよ。でそれも徹底的に、えー、禁止して政府の財政もきちんと管理してたそうですよね。 まあ普通の王様がややるよよううなこことととを全部やったということですよね。えー、それ以外にも、アムヘンオーサー制度に積極的で、このアムヘンオーサーというのは、まあ、いずれか紹介したいと思いますが、今の時代に例えると、覆面警察みたいなもので、それで官僚の腐敗などをチェックしましたね。でそれでばれた官僚の罪は必ず罰するということで、法律と正義をちゃんと見せかけたらしいですよね。 で 軍事的にも結構活躍していて、満州地域の警備を強化してて、北の方の民たちのために働いて、で、南にあった日本の海賊たちも撃退して、南にいる民たちの生活も保護してたらしいですよね。で、そこから分かったノウハウで、ちょっと朝鮮の鎧が海外に比べて弱いと気づいて、鉄製品の鎧を製作するなど、ま、いろいろ頭を使って国のために頑張 ありましたね、でそれだけじゃなくて瓶にスパイなどを忍び込ませていろいろ瓶の最新技術をずすんでくるようなこともやってたらしいですよね。 ここまでまとめてみると、結局、四三軍の時代は、意外と政治がとても安定していた時代だったんですよね。その証拠として、以前の動画で説明しましたが、政治暴力団のリーダー、ホンギルトンを捕らえろと言って、実際捕らえちゃいますよね、えー。ホンギルトンはどっちかと言ったら、官僚たちの汚い仕事をやってくれた人なんだけど、政治が安定しているから、 こそ、ホンギルトンという人が活躍できないようにちゃんと捕まったということにもなりますよね。次は、ヨンサン軍の個人的な話なんですけれども、ヨンサン軍は意外と推理と操作にも才能があったらしいですよ。実際、記録によりますと、ある貴族の側室の情勢と、それの使用人が、えー、お互い、恋に落ちちゃうような事件が起きちゃいました。 えー、その時にその二人の恋を旦那の娘にバレてしまって慌てたこの二人はその旦那の娘を殺してしまいますよねそれを分かった旦那は切れてもちろんこの二人も殺してしまいますが国には娘が自殺したと報告しますね家紋の名誉がかかっていたと思いますねただその時にヨ三軍はこの事件を詳しく調べて記録を全部見て 実際は自殺じゃなくてこういった事情があったのを見抜きますよねつまり四三軍はかなり頭がいい人だったということが、まあ、こういった事件でもわかりますよねそれとまた面白いエピソードがあって紹介したいと思いますが、まあ、直接四三軍と関係がないんだけれども四三軍の時代に銀の配布機法というのが民間で開発されます この銀の配布記法というのは、まあ話をすると長くなりますけれども、簡単に言いますと、銀の生産獲得量が増加しますよね、新記述によって。あただし やん軍はこれを聞いて積極的に取り入れようとしたんですけれども、その次の中正時代になりますと、意外と朝鮮には金があんまりなかったし、経済活動が活発じゃなかったので、まあ、そのまま放置されていたんですが、この記述が民間によって日本に伝われて、 日本のユネスコ世界遺産であるイアミー銀山にこれが初めて投入されてって、そのおかげで日本の銀の生産量がはるかに増加して銀本位制度が始まったんですね。そのおかげで東アジアで日本が世界の貿易の中心になって、日本がますます強くなるということになりましたね。四三軍と直接関係はないけれども、まあ、日本と関係があるエピソードだったので紹介してみました。 次は、ヨンサン軍の個人的な話なんですけれども、ヨンサン軍はドラマと違って、実際当時、インスデビュー、アンスンワング、ジョンヨンワングという、つまり自分より宗教的に上の身分の方が3人もいたにもかかわらず、ちゃんと礼儀を正しくこの3人に、お、え、う、ー、じゃなくて、息子として、孫として、ちゃんとやってたらしいですよ。つまり宗教的な面もとっても素晴らしかった王だったんですよね。 で、それと、日本からお猿がプレゼントできたんですけれどもお、お猿という動物はどこにも使えない。ただ、ペットに過ぎないので、日本に正式にお断りをしてて、お詫びをして、贅沢は嫌いですと言って、 返したらしいですよね儒教では贅沢を禁物ってしてますのでそういった面では四三軍は儒教をちゃんと守っている朝鮮の王としてふさわしい王ですよねただここでちょっと疑問もありますね四三軍は口では贅沢が嫌だと言いながら実際芸術と遊びが大好きな王でしたね四三軍が残した詩は朝鮮全体の王の中で一番多くて123作品を残していますよねつまり 歌を曲作ったんですよそして、自ら踊りなどを楽しむのも大好きで、ほぼ毎日のように踊っていたらしいですよね。ちなみに皆さんが見ている写真、超洋無といいますが、これが特に好きで、実際このお面をかぶって自分で踊るのが好きだったらしいですね。もちろん歌と踊りがあったら宴会がついてきますよね。なので、四三軍時代は宴会がとても多かったらしいですね。 で、それだけでもなく、高い食べ物が大好きで、特にうなぎとかが大好きで、家臣たちから落ち着いてくださいと言われている記録もありますよね。で、その中では、中国からスイカを輸入しようとしたときに、それを反対した家臣を死刑したなど、お口では贅沢は嫌いというものの,あの、個人的にはすごく贅沢を楽しんでたのが、この四三軍なんですよね。 で、ヨンサン軍は特に食文化にも興味があったんだけど、とても面白いお話があるんですよ。今の韓国のドン山という地域に、えー、軍隊の新兵訓練所があるところなんですが、연산面というところがありまして、ここには真っ黒な鳥がいるんですよ。 本当に目も真っ黒だし、骨も真っ黒だし、すべてが真っ黒ですね。現在韓国の天然記念物の265号なんですけれども、名前は四オゲと言いますね。名前が四オゲわかりましたかはい。四三軍は当時、この四オゲを食べて、美味しすぎるので全部世のものだと言ってて、誰にも食べさせなくて、自分だけのためにこの四オゲを飼育してたらしいですよね。 えなので、四三軍がクータで降ろされた後に、四三軍の名前をどうするか決めるときに、この四三から持ってきたんですよ。ただ、この四三という漢字が連続の連を使うので、普段使わないツバメという漢字を使って、四三と名付けたんですよね。まあ、意外と知られてないけれども、四三軍の四三はこの地域で、 鳥が大好きだったので、その影響でついた名前ということもちょっと覚えてくださいね。じゃあ、とにかくこういった王としていろんな業績を残したヨンさん。じゃあ、今からヨンさんの詳しいストーリーに入ってみましょう。じゃあ、まず九大王のソンジョンの話からしてみると、ソンジョンは当時王になった時に、 7代を正女の賛成の家臣たちと政治をするんですが、自分の王権が後継者順に詐欺だったので、ちょっと弱かったんですよね。なので、正常を反対していた家臣たちを呼んで、反対した家臣たちをすごく信頼してて、政治のバランスを取ろうとしたんですよね。でただ、問題は、 ジョンがこうやって信頼を与えて育ててたこの反対派が調子に乗るんですよね。王様に言うこと聞かないんですかというぐらいの勢力になってしまいます。えー、当時、正女の賛成派だった人たちも、これはあまりにもやりすぎと言って非難した記録があるぐらいでしたね。 えー、この状況が四三軍が王になった時にも続いていて、四三軍はもちろんこれが気に入らないでしょう。しかし、意外と、まあ、三角のバランスは良かったので、まあ、微妙な三角関係でバランスの政治をしていました。ただその時に事件が起こっちゃいますね。えー、歴史を記録する左腕の中で、キミソンという人がいましたが、 この人の師匠がいるんですけどその師匠が「正女って反逆者だよね」というこの正女の反対派の家臣と話をしてこれを王朝実録に記録するんですよね。でそれを教え子であったキム・イソンがそれをまた足していったような状況だったんですよね。でそれはもちろん四三軍の耳にも入りますよね。 で、これを聞いた四三軍、すごく怒りながら、王朝実力持ってこいと言うんですね。ただ、この王朝実力は、王様は絶対。 見れないんですよ。なので当時家臣たちはそれは絶対できないことですと言って反対しますが43軍は今回名分がありましたね反逆の疑いなのだと言っててで結局それを真ん中で駐在していたお正常賛成派が問題の部分だけなら見てもいいんじゃないんですかという他教案を出してその部分だけを持ってくることになりますねでやっぱりそれを見てみると先ほど言ったようなことが書いていたので43軍は これは反逆だと言って、先ほど言ったサゴン・キミソン含めて、その関係者を全部殺しますよね。この時におそらく50人ほど死刑されていたと言われています。実際この事件が韓国の教科書にも書いている、ヨンサン軍4年目で起きた事件、ムオサワと言いますよね。これによってヨンサン軍は王権が強化されます。家臣たちを牽制するためにヨンサン軍はさらに 関係者の死刑に家臣みんな参加しろと命令を下すんですね。でそこでしなかったら関係ないお前らも死刑だと言って王権の強さを見せるんですよね。えー、つまり君たち調子にあまりにも乗りすぎたらこうなりますよっていうのをみんなに見せたんですよね。 で、その後からなんですけれども、家臣たちも少しは反省するようですよ。まあ、今まで調子に乗ったのは事実だし、と言いながら、ある程度落ち着いた状態で政治をすることになって、でただ、四三軍はこれをチャンスで王権が極大しますよね。えー、実際、今の研究者たちは、朝鮮王朝の中で、中国の皇帝並みに権力を振り回ったのは、この四三軍だと言いますよね。 you <laughs> で、この時にヨンサン軍は、実際個人的にはこうやって思ったかもしれません。大手、すごいなーって。じゃあ、なぜかと言ったら、この事件の後からヨンサン軍が少し変わりますね。産後欲しい。朝鮮には産後がなかったので、おそらく琉球から持ってきたんじゃないんですかね。で、交渉欲しいと言って、交渉も購入しますねで。胡椒は朝鮮では全く生産されなかったのですっごく高いものでしたね。そして、孔雀の羽も欲しいと言って、本当に実際には使い ないちょっと贅沢品をずっと買い占めるんですよね。でもこうやって個人的な気持ちは出すけれども、まあ一旦応答しての才能はあったので、43軍10年まで政治が安定している状況が続くんですね。ただし、ある日事件は起きます。ある事件によって で、43軍は暴走し始めて、朝鮮の王権が一番強い悪王が誕生してしまいますよね。じゃあ、この話は来週土曜日に皆さんに紹介してみたいと思います。43軍最後の2年ドラマでよく見ている43軍の話なんですよね。<laughs> じゃあ今日も聞いてくれて慎太郎じゃあこんばんはよ。皆さん。